どうも、こんにちは。即課塾の久保です。私もね、50歳になりまして、考えてみたら、あと10年経ったら、私年金を受け取る年齢なんですよね、まあ。もちろん年金を受け取る標準的な年齢っていうのは65歳とされてますんで、前倒しで受講ってことになりますけども、まあでも、そんな年になったんだなと思います。振り返ってみるとね、15年ぐらい前だったかな。35歳を救えっていう風な NHK の特集があって、その中で、 書籍の出版もされていたんで私買ったんですけども、将来10年後20年後に35歳、今ね、多くの35歳が非正規になったところで、10年後20年後にその非正規だった35歳が今度ね40代の半ばとか50代になってしまったら、もう取り返しがつかないよっていう風な特集と警告、まあ、そういった番組だったと思うんですよ。まあ、これはすでに、 個人の責任ではなくて制度の間違いだったってことが厳しく指摘されていたんですがその後何の改善もされずにですね結局あれから15年20年経ってしまったっていうことなんですよねそしてもう少子化対策もロスジェネ対策ももう待ったなしというふうに言われて長いんですけどもすでに政府の閣議の方からはロスジェネ世代のロの字も出なくなってきましたで少子化対策は何とかやってるみたいなんですけども あまりにも処罰、財源がないという理由で、なかなか進んでいないっていうのが現状ですよね。反面、人を殺す武器を買うことには、一気に60兆円をね、財政出動することを一気に決めてるわけなんですよ。一体この国はどこに向かうのかなと思ってますけども、今回ですね、ロスジェネ世代についてまとめたお話がありますので、この後繋げておきます。ちょっと長いんですけども、最後までね、ぜひご覧ください。それでは画面を切り替えます。 まあ、振り返って思えるのは、就職氷河期世代の中でも、未だにですよ。未だに20年、30年かけて非正規採用を余儀なくされて、最悪ね、引きこもりになっちゃって、社会の復帰がものすごく難しくなっちゃった50代までいるってことなんですよ。その原因が、今更分かったところでどうしようもないかもしれませんけども、私が思えるのはね、これは、個人の責任というよりも、 日本特有の様々な悪しき制度や仕組みが根本的な原因、それを立たさなかった政治の責任はすごく重いと思うんですよね。で、これからね、5つぐらいにまとめて、どこが悪かったのか、どうすればいいのかってことを考えてみようかと思うんですよね。まあ原因の一つ目は、日本特有の新卒、一括採用が今振り返ってみたらあんまり良くなかったんじゃないかなと思います。まあこの形ってのは世界でも例を見ないぐらいの特殊なもので、 日本企業の強みであった時代もあったわけですよ。で、その時代を私たちは生きてきました。昭和40年代、30年代はね。でも、就職氷河期世代の我々にとっては最悪の結果をもたらしてしまったってことに気づくのがちょっと遅れたんですよね。新卒以外での中途入社が実はすごく難しくなっていったわけなんですよ。 まあ、とりわけ非正規雇用だった人が正規雇用になる例っていうのは本当に前例がなくってすごく難しくなっちゃったんですよね。で、二人に一人しか正社員として就職できなかった私たちロス前ン世代にとってはその後正社員に舞い戻れる機会っていうのが永遠に失われたっていうそんな30年だったわけですよ。 で、新卒、一括採用の背景にあるのが、終身雇用と年功序列っていう仕組みです、まあ、とりわけ、私たち、ロス路ン世代は、好景気の時に大量採用された社員が溢れている世代の次なんですよね、まあ、ですんで、まあ、言ってみれば、私たちの就職採用を止めたところで、あと数年経てばね、新しい新卒っていうのが、一気にまた、仰たがいできるという状況が、揺り戻し起きたときに、私たちはポツンと切り離された存在になってしまった、そんなところがあるんじゃないかなと思います。 はい。原因の二つ目は、私たち労働者の方に味方するべきはずだった労働組合がですね、会社側に寝返ったんじゃないかなと思います。まあ、戦後の話になってきますけども、日本の労働組合は、すごい強い力を持っていたんですよね。まあ、それが高度経済成長時代を迎えて、バブル景気に沸いた頃には、すっかりと企業と仲良しになってたわけですよ。いわゆるナーナー状態です。 で、バブル崩壊による大リストラ時代には、企業の言うことを素直に聞く、まあそんなね、デグノボーになり下がってしまったんではないかなっていうふうに分かってきたのかなと思います。まあというのがね、当時はよく分かんなかったんですよ、労働組合ってものがどういう地位にいるのか。まあでも今こうやってね、50を迎えてみると、ああ、労働組合って実は私たち、労働者が、 まあその会社と戦うためにね、五分五分の組織として作ったはずなのに、その五分五分の組織がもう会社側に行っちゃったら私たち労働者をもう完全にですね、もうどうしようもできなくなってきたということが言えるんじゃないかなと思います。そのように大きな組織、会社、企業というものに立ち向かってくれるはずの労働組合が私たちに牙を向いた。それがロスジェネ世代の不運だったのかなと思いますね。 えー、そして、原因の3ですけども、小泉、竹中、このコンビだったんではないかなと、当時はね、私たち、ロスジェネ世代も結構期待したところがあったわけなんですけども、それが、時代を過ぎてみたら、全部ね、勘違いだった。もっと悪いかとすれば、私たちは騙されていたとも言えるんですよ。私たち、ロスゼネ世代が不幸だったのは、2000年代初めに小泉政権が誕生して、 非正規社員の規制を大幅に緩和したことですよね。それまで許されなかった製造業での非正規雇用を全面的に解放したわけですよ。もしかしたら私たちにもいろんな職種が選べる働き方が選べる時代だったのかなというふうに思ったんですけども、確かにね、自らその形を選択した人がいたかもしれない。でも、やっぱりね、 あの、規制があるってことは、そっちに流れたら取り返しがつかないっていうことで、先人の知恵だったと思うんですよ。それを安易に受けられたことによって、今回私たちは犠牲になってしまったのかなと。ロステネ世代の我々も、この規制緩和がなければ新卒採用されなかった人でも、中途から正社員になる道ってのは、まだ守られていたんじゃないかなと思うんですよ。もう今となってはもう手遅れなんですけども、当時こういうふうなね、その日限りの、本当に、 自分の政権の時だけうまくいけばいいというふうなね、規制緩和によって、その後の30年ってのが、ここまで深刻なダメージを負ったのかなと思うと、その犠牲となった我々の、まあ涙は計り知れないなと思います。原因の4は、働き方がぶち壊されたことかなと思いますね。これは最近、令和新選組の山本太郎さんも、外戦などでよくね、代弁してくださるんですけども、労働条件の非常識な劣悪化がすごい進みましたよね。つまり、 働かせる方は神様で、働く方は奴隷みたいな極端な存在ですよ。ここまで格差が開いていなかったはずなんですけども、まるでですね、 労働者に人権がないかのような扱いを受けて、ブラック労働、果てはですね、労働うつになってしまって、出社もできなくなってしまう。つまり、働く場所すら奪われてしまったわけですよね。まあそうなってくると経済的に行き詰まって、もうすでに行動範囲すら狭まってしまって、これからのことを考えると、本当頭が痛いばかりがですね、完全に脳みそが止まってしまうという状態で、これはもう私たちの世代、ロステネ世代に、この国で生きるなと言われているようなもんだと思うんですよ。 そこまでしてしまった、この、労働条件のね、劣悪化。これはもう止められなかったのかなと思いますけども、一体どういうことがその中に含まれているんでしょうか。まあ、例えばね、私たちロスゼレン世代が非常に苦しめられたのには、非正規社員という形ですよ。 ま、非正規社員っていう言葉の中に社員って言葉が入ってるんでちょっと誤まかされそうなんですけども、つまりは企業から直接雇用されてるんではなくて、企業の外注としてその外注会社の社員としてはいるんだけども、その外注会社っていうのは特に自分の仕事を持ってるわけではなくて、その日派遣された先で働いてきなさいよっていうことなんですよね。その働く環境に慣れるまでにしばらく時間もかかるし、そしてずっとベテランの働いているところにポーンとね、 入れられたところで、やっぱりね、いろんなあ精神的な不安とか苦痛とかありますよ。もしかしたら差別を受けるかもしれませんし、日本の製造業を支える工場での労働力をはじめとして、コンビニとかファミレスといったね、安価で質の高いサービスを支えてきたのは、私たちの全世代の非正規の存在だと思うんですが、あまりにも報われてこなかった。問題はですね、そうした過酷な非正規社員の現状を横目で見ながら、労働基準監督署なんかも無視していたってことなんですよ。 私たちがいくら訴えようとも社会制度は変わることなく、時代の中にずっとね、巻き込まれていったわけなんですよね。で、司法も貧困問題に対して厳格な判断を避けてきたわけでしょう。存在は分かっていたのに問題は全く取り付けなかったってことが、まあ非常にね、私たちロス前世代に生きるのに不利だったってことが言えます。今ね、40代の後半とか50代の前半にして、もしね、この放送を聞いていて、もしベッドの中でね、もだえてるとしたら、私たちは、 同じように、こういった時代の犠牲者になってしまった、政治の犠牲者になってしまったということを、もう本当にね、はっきりと捉えることができると思うんですよ。これは個人の力がなかったわけではないんですよ。もう明らかに私たちは追い詰められて追い込まれてしまったわけなんですよね。え、それがね、本当に今となっては悔しくてならないですね。ま、あそもそも日本では、海外では常識になっている、企業内でのいじめとかパワハラに罰則規定がないんですよ。経団連などの反対で、 規則規定が外されたのがあ、検察とかね、司法がもっと労働者の立場になっていれば、私たち露出前世代の悲劇はもっと少なくて済んだんではないかなと思います。まあ、さらに、下請け会社や個人を元請け会社から守る下請け法、この法整備が行われたのも、2003年以降やっとなんですよ。こんなことでね、せっかく法整備が行われても、すでに、もう波に乗れなかった私たちとしてはもう行く場がないってことになってしまいます。 えそして原因の5つ目なんですけども、最後の手段、企業独立。この道も私たちにはすごく厳しかったですね。まあ正社員になれなかった。そして、まあ非正規として働いてても限界があることに気づいた私たちが一発勝負に出て自営業しよう、自分で企業しようと思っても、そういったことをスタートするビジネス環境があまりにも整っていない、制度もない。 何の実績もない若者に事業支援をしてくれるような、その融資の制度ってうのもほとんどなくて、銀行はそっぽを抜いてしまうばかりですよね。で、連帯保証人を求めたりとか、担保を求めたりとか、そういうのがないから起業しようとしてるのに、最初のスタートアップ資金ですらどうにもならずに、えー、消費者金融の50万限度っていうのがね、頼りになってしまうということになってるわけですよ。まあそうなるともう本当にね、あの、四方八方塞がってるわけなんで、まあこれはね、 あのいわゆる無敵の人が生まれる要因にもなるんではないかなというのもうなずけるところです。どうもここまでいろいろと一緒に考えてきましたけども、まあ、こういったロスジェネ世代に対してもしくは若年層に対して就職の支援プログラムっていうのがねあるわけなんですけども、これがいかにね機能しないものかってことをね最後にお話してまとめていこうかと思います。例えば地域若者サポートステーションと呼ばれる就労サポート窓口が全国に100 75箇所設置されているんですが40歳以上の、まあ、ロスジェネ世代に対する公的支援は全国でもわずか十数箇所にとどまっているんですよですんで各都道府県に1個もないようなこんな段階なんですよね、まあ、そうなると完全にこのサポートステーション難民っていう人が訪れているっていうことになると思います まあ、通称サポステっていうんですけどもここもですね15歳から39歳のニートや引きこもりを対象にした制度なんですが40歳以上の引きこもりはあの累計でですね61万人になるんですよサポステ効果も限定的と言わざるを得ないんじゃないかなと思いますまたですね別の場面でお話したあ特定就職者雇用開発助成金も最大60万円が企業に支払われる まあ、そういうことにはなっているんですけども、2018年に給付された額っていうのは本当にわずかなんですよ。あまりにも少なくってね、数字も出てこないぐらいなんですよ。で、私の感想なんですけども、こういったところですよね。企業にお金を出すんじゃなくって、直接、その、ロスジェネ世代、就労者に、うん、雇用される側にね、自立支援金という形で渡せばいいのに、結局企業が人を形だけ雇って自分の利益にする、もしくは赤字の穴目にするために、 形だけ雇うみたいなことをね繰り返していってしまうんじゃないかなと結局ロスゼネ世代が頑張って雇用に向かっていってもそれを受け入れる企業の方でもともと雇用する体力がないただそういった助成金をもらうためだけに一定期間雇用して、まあ、それでねあのもう解雇ありきの採用をするってことになってますます短期採用短期解雇ですかこういった流れがねとどまらなくなってくるのかなというところなんですよね。 まあだからね、結局はみんなでロスゼネ世代を食い潰して、えーまあ、連帯責任は無責任みたいなことになろうとしてるんじゃないかなと思うんですよ。でそういったところの行き着く先って、ここ数年、大規模なテロとかね、えー、なんか一部の企業に対しての放火事件とかっていうのにつながってきますけども、こういう風なやけになった人を生んでいるんじゃないかなと思うんですよ。まさに下克上が起きたりとかね、うん、なんか大富豪みたいなゲームがありましたけども、 まあ、いわゆるね、大貧民が大富豪を打ち倒すような、そんな時代になってくるんじゃないかなと思いますんで、今ね、安全圏にいる方もうかうかしてらんないですよ。死なば諸友って言葉がね、書籍になるぐらい、まさに死なば諸友の時代に入ってきたんではなかろうかと思いますけども、皆さんはどのようにお感じになったでしょうか。それでは本日は以上です。